鈴木真司は、日本の映像コンテンツの事業家、プロデューサー、演出家でもある。愛知県出身。現在、エクイティ・ピクチャーズ・ジャパン、LLC、コンテンツ管理、制作事業会社社長兼最高経営責任者、CEO、コ、プラネットエンターテイメント株式会社、取締役、エグゼクティブプロデューサーも務める。25年前から、 映像コンテンツビジネス中核にプロデューサー、ディレクター、メディアコンサルタント、マーケティングプロモーション、マーチャンライジング、商業施設開発まで目標を定め、多岐にわたる国内外、総合エンタテインメント事業で活躍。進行も積極的で多くの方々からワールドワイドに対応できるメジャーコンテンツ事業について多くの貴重な事柄を学んでいる。それらを基軸に、 コンテンツ制作事業のインフラ整備を各企業に提案し、高い評価を得ている。1984年から1991年ビクター音楽産業株式会社エリア、プロモーション部にて宣伝とプロモーションビデオ制作に、従事。1992年から1994年株式、会社マックレー設立三角三菱。 長寿株式会社と株式会社レートの合弁会社のポストプロダクション。CMTV 番組を中心とした企画、デジタル映像の知識を吸収し、ビジュアルスーパーアバイザーとして、ポストプロダクション制作プロダクションの融合を目指したプロデュース業務を提言展開。1994年有限会社、イクイティエンタテインメント、設立代表取締役兼 CEO。 t v 映画、音楽、アニメーション、スポーツ及びテーマパーク商業施設企画で総合エンタテインメント事業ができる環境づくりを目指す。イクイ一手社の t v オープニングタイトル制作は t v 業界での草分け的な存在であった。現在は特に映画、t v アニメーションのコンテンツ企画制作、ファイナンス事業を重点事業として積極的な活動を続けている。以下、 イクイティピクチャーズ・ジャパン合同会社と兼務2005年から2008年株式、会社ゴンゾデジタルアニメーション企画制作改善のため、業務改革、プロジェクトマッチングコンサルタントとして、企画部部長、企画制作部部長などを歴任。2009年から2011年株式、会社ランドックスタジオ設立インキュベーションコンサルティング、として、取締役副社長兼顧就任。 2D3D デジタルアニメーションから実写に至る映像制作会社。設立については平成21年9月21日映像新聞などメディアに発表されているクイーンボヘミアンラプソディーフィーチャリング松本イジを制作プロダクション第一弾として完成。2010年から2013年全世界ターゲットにした TB& ムービーズウェブサイト ビキ、インクにて、ビキジャパンオフィスインキューベーションコンサルタントとして、コンテンツ事業に従事。2011年から、現在、映画、アニメーション企画制作業務にて、プラネットエンターテイメント、インクにて、取締役、プロデューサーとして現任。ビジネススタイルの特徴としては、映像制作現場も熟知していることで、クリエイティブセンスと、 事業組成の絶妙なバランスを備え持っている。それと、業界の更新育成も非常に熱心である。VJ エレクトロニックバックグラウンド1993年 MTV 企画プロデュース等1993年 MTV 企画プロデュースなど多数など、ありがとうございます。